皆さんこんにちは、写真家の吉住志保です。今回はですね、子どもの撮り方ということで基本編の1回目、やっていきたいと思います。今回はですね、まずはピント合わせ、そして明るく撮るということで露出補正、それと光の選び方、どのような光がね当たるかによってどう見えるかというのを、お話ししていきたいと思います。では、早速見ていきたいと思いますが、よくあるねお悩みの一つに、やっぱピンボケしちゃったっていうのがあるんですよね。子供の顔にねピント合わせたかったのに、なんか背景とか違うところに合ってしまった。だからそういう時にね、どうしたらいいかというお話です。ピント合わせは人物の、ね、子供の顔に合わせるのが基本ですね。しかもその中でもしっかりと目に合わせるつもりでピントを合わせます。しかし今のカメラはもうオートフォーカスが優秀ですので、シャッターボタンをねこうピッと半押ししたり、あとは液晶画面をこうタッチしたりするとピントが合います。なので人物がまあ大体画面の真ん中ですねに来ている時は大概ピントが合うかと思います。こちらの写真もそうですけども、子供がね画面の真ん中にありますので、まあこれはなかなかねピントが後ろ行っちゃうってことはあまりないと思いますが、じゃあ次の写真のようなシーンはどうでしょうか。意図してですね、子供をちょっと画面の右下に入れてみました。でその分ですね、空間ができるんですけども、シャボン玉がねこう流れてる様子とか青空の広がりなんかが感じられるんですが、子供をこうね画面の端に配置した分、ピントがこう奥に抜けちゃったり、うまく合わなかったりする場合も考えられます。そういう時はですね、ピントを合わせる位置、フォーカスエリアと言いますが、このフォーカスエリアを合わせたい部分に選ぶというようなやり方があります。子供が画面のどこにあっても、顔がどこにあってもうまくピントを合わせることができます。ということで、フォーカスエリアを選ぶ、もしくは液晶画面のその子供がいる部分をタッチする、タッチシャッターの機能がついているカメラであれば、そのように画面をタッチすることでピントを合わせることができます。またですね、ピントを合わせるときにシャッターボタンを半押しするとピント位置がロックされますので、半押しした状態で構図をずらして被写体を端に寄せてピントを合わせることができます。ということで、フォーカスエリアを選ぶ方法、またはタッチでのピント合わせ、またはフォーカスロックといって合わせてから半押ししたままちょっとずらすという方法があります。これでうまく子どもの顔にしっかりとピント合わせてみてください。こちらの写真はですね、子供がこうグッと手を前に出してるんですけども、それでも前のそのね手の方にピントが合わず、しっかりと顔に合っています。まあ、カメラというのはこう手前にあるものにねピント合わせがちですが、しっかりと顔にピントを合わせています。でまたちょっと横向きのシーンですけども、ここでもやはり手前側のね顔にピントを合わせるようにします。最近のカメラはですね、顔認識機能といって、人物の顔を認識してそこを優先して、ピントを合わせてくれる機能というのもあるんですね。顔はもちろんのこと、ある程度の横向きであればピントを合わせてくれたりもしますので、ちょっと横向きのシーンでもうまく合わせてくれる場合もあります。あんまりもねちょっとこう角度がついてしまったり、こちらの写真のようにこうね、わざとちょっと子供がいたずらして顔を隠しているシーンとか、あとはあの後ろ姿の場合はですね、やはり普通に、オートフォーカスピントを合わせてみてください。そして基本的には顔にピントを合わせるべきですけれども、意図してですね、ちょっとこう子供が読んでる本とかおもちゃとか、子供の顔はピントが外れてるんですけども、その持っているものなどにあえてピントを合わせて、あとは手先とかですね、そちらを見せたい、視線を誘導させるなんていうこともできます。あの子供が使っているものとか絵本とかにピントを合わせてね撮ることで、どんなことをしてたのかななんていうね思い出も残すことができます。またね、親子でね一緒に撮る、カメラをですねちょっとこういう風にして
構えてですね、で親子で一緒に撮るような時はピント位置、当然ね人物に合わせるんですけども2人並んでますので、その時はですねどちらかが前に行ってしまうと前に出た方にねピントあって後ろ側の方ピントが外れてしまいますので、親子で一緒撮りをするときは横並びに並ぶようにして撮るといいですね。次はですね、ふんわりとした雰囲気がなかなか出ないというお悩みですね。このふんわり感を出すためにはやはり光の選び方が大切です。ということで光の当たり方を意識してみましょう。まずこちらの、2つの写真、順光と逆光と書いてありますが、順光というのはお顔に対して正面から太陽の光が当たる状態ですね。くっきりはっきり映るんですけども、ちょっと光がきつい感じがして、ふんわり感はなかなか出にくいです。一方逆光は後ろから光が当たる状態ですね。そうするとこの正面全部が影になりますので、影の中にきつい影はできにくいですので、ふんわりとした感じが出てくるというわけですね。この髪の毛のこう輪郭の部分がすごくね輝いて綺麗だったりもしますので、私は子供を撮るときにこの逆光を積極的に使っています。それと別の光ですが、サイド光、これは横から当たる光ですね。立体感は出るので、男性のポートレートなんかではねよく使われるんですけども、女性のポートレートとか子供の写真ではきつい影が出やすいのであまり使うことがないですね。それと、拡散光ということで、曇りの日の光だったり、あとは日陰、あとは室内などですね、窓辺でもちょっとレースのカーテン越しの光なんかこういった拡散した光になりますので、これはすごくね、肌が柔らかく見えて、綺麗な光とは言えますね。ということで、今、どんな光が差しているのか、強い光なのか弱い光なのか、そしてじゃあどっちをこうね、こう向かせれば、光がすごく綺麗に見えるのかというのをね、意識しながら、例えば子供を撮るときは、じゃあこっち向いてって言って、あえて逆光側をこう誘導するようにして、自分がね、立つといいかもしれないですね。こちらは逆光ですので顔にはさらなる影がねできてないのが分かります。それとやっぱり髪の毛の輝きが綺麗ですね。こちらも、ほんのりとした逆光で、人物に当たる光だけではなく周りの花畑の花も逆光ですとすごくね透けた感じが綺麗に見えるので、そういったね背景も含めて逆光はすごく綺麗に見えます。でこちらも同じで髪の毛のね後ろの輝き、あと背景の街路樹なんかも透けて輝いてね見えます。お家の中ですとやはり窓辺の光をね利用するんですけども、窓に近いところよりもちょっと離れたところとか、レースのカーテン越しの光ですね、そういうところで撮るとふんわりとした感じが出ます。もちろんね強い光もすごく印象的で、なかなかねこうインパクトのある写真になりますので、全てがこうね柔らかな写真でなくても、時にはこうちょっとねスポット的な光が当たってる写真とかもいいですし、で順光で撮る時もあります。順光はですね正面から光が当たるんですけども、青空がすごく濃く見えるので、青空とこう子供をね一緒に写してこう元気な感じを出したいななんていう時は順光の光がいいですね。夏の空の感じなんか順光ですと出てきますので、あえて青空を入れるときはここでは順光を選ぶといいかと思います。最後のポイント、先ほど逆光で撮るとき顔が暗くなりがちとお話ししました。背景がすごくね明るいので、カメラが明るいところも白くね飛んでしまわないようにということで、明るさをちょっとね暗くしてしまうんですね。なので逆光では人物の顔は暗くなりがちなんです。そこで明るく撮るということで、これはカメラの設定ですね。カメラの中で明るさの調整を行うことができます。これを露出補正というんですね。明るくしたい場合はプラス補正、
暗くしたい場合はマイナス補正をかけます。プラス補正をかけますと補正なしの状態から画面全体がこう明るくなりますので、逆光とか背景が白っぽい空、明るい部分があるところでも、顔を明るく映すことができます。液晶画面を見ながら明るさの調整を行ってください。赤ちゃんなんかをね、大人はもっと遊んでいい、趣味も旅も大人がもっと楽しめる場所がある。毎日ワクワク、世界が広がるパスポート、クラブツーリズムパス。オンラインで楽しむ新サービス、クラブツーリズムパスなら趣味の世界がぐーんと広がる。あなたも夢中になっちゃうことがある毎日を。写真、鉄道、歴史、釣り、マラソンなど多数のジャンルを揃えた趣味のオンライン講座、著名人などゲストを招いたオンライントークライブ、そして仲間や講師と楽しむオフ会まで趣味の世界が充実。クラブツーリズムパスなら好きな電子書籍がたっぷり読み放題。情報満載の旅行ガイドブックをはじめ、釣り、山、鉄道、歴史など多彩な趣味の雑誌まで、こだわりの電子書籍が200冊以上、嬉しい読み放題。クラブツーリズムパスなら多彩な旅行サービスが盛りだくさん。会員限定の特別ツアー、出発日が近い日帰りツアーが2000円引き、話題人気のツアーも先行予約で、ご本人の想定外の怪我や病気で国内ツアーをキャンセルされる場合、キャンセル料を免除するサポートもあり安心。こんなに盛りだくさんで月々わずか550円、スペシャルな毎日が始まるクラブツーリズムパスへようこそ。